組長に若頭と射程、若い衆合わせて10人、そのうち7人がパクられた。あと何人残っとる？わかった、3だ。ようやった。こういう日はシーツを洗って布団を干す。ファブで勘弁したら。百均は火事の味方。例えばこのフルーツ絞り。ない時、ある時。意外となくても困らんもんが多いような。火事舐めとんのか。すんません兄貴。日本が好きで住み始めたけど、急に故郷の味が恋しくなった。丸くなったな、不死身の達也。新メニュー、レモンの蜂蜜漬けチキンサンドです。かわいい。くそ、かわいすぎる。お父さん。じゃあ鍋の出汁作りを。オッケー。命だけは取らせへん。こっちです。これが例のブーツか。炊飯器。